大理塚古墳群とは、千葉県富津市の小糸川下流域の中世平野内にある5世紀から7世紀にかけての古墳時代中期から終末期に築造された古墳群である。現在のところ前方後円墳11期、方墳7期、円墳29期の計47期の古墳が確認されている。大理塚古墳群に属する古墳は、 旧飯野村の村域を中心として分布していることから当初は飯野古墳群と呼ばれていたことが多かった。しかし旧青堀町に属する古墳もあって飯野古墳群では不適当ではないかとのことで富津古墳群、大理塚古墳群という名称が提案されるようになった。富津古墳群という名称は1955年に青堀町飯野村 富津町の山町村が合併して、富津町となる、以前の富津町の地域内には、古墳群に属する古墳が全くないことと、1971年の富津市の成立後、かつての富津町よりも広い地域を指すようになった、富津の名を古墳群の名称とするのは、不適切ではないかとの見解により、古墳群内最大の古墳である、大理塚古墳から名付けられた。 大理塚古墳群が古墳群の名称として主に用いられるようになり、多くの専門書でも大理塚古墳群という名が用いられている。しかし大理塚古墳は古墳群内の名手墳の中では唯一5世紀半ばの古墳時代中期造営の古墳であり、6世紀半ばから7世紀にかけて最盛期を迎えた古墳群の名称として、 大理塚古墳の名前を用いるのは適切ではないとの意見の専門家もいる。ここでは多くの専門家が用い、一般的にも広く用いられている大理塚古墳群を記事名として採用する。大理塚古墳群は小糸川が形成した中積平野城にある。古墳群は北西側は海岸線、東側は小糸川の氾濫原、そして南側は 小糸川急流路で区切られる約 2km 四方に広がっている。古墳の多くは中石平野城にあるかつて砂丘であった微高地上に築造されている。微高地は小糸川下流域に数列あって北東方向から南西方向へ伸びており大理塚古墳に属する多くの前方公園墳は北東側に公園部、南西側に前方部を向けている。 大理塚古墳群は、現在のところ前方後円墳11基、方墳7基、円墳29基の、計47基の古墳が確認されている。その中で、少しでも墳球が残っている古墳は25基であり、22基の古墳は消滅している。確認されることなく消滅してしまった古墳も少なくないと考えられており、大理塚古墳群で実際に築造された古墳は、 もっと多かったとされる。大理塚古墳群の名主墳の被葬者は、末国像になっていく系列の主張であると考えられている。5世紀半ばと考えられる、大理塚古墳が古墳群の中で最も早い古墳築造であり、続いて5世紀後半には、上野塚古墳が築造されるが、その後約半世紀古墳の築造は停止される。 6世紀半ばの九条塚古墳の築造後、6世紀末にかけて、墳九町100メートルを超える前方後円墳である明主墳、そして明主墳の元に位置する墳九町約50から70メートルの前方後円墳、その階にあたる墳九町20から30メートルの円墳が、盛んに築造されるようになる。大理塚古墳群では、 前方後円墳の築造が行われなくなった7世紀には、方墳が築造されるようになり、7世紀半ば頃まで、築造が続けられた。小糸川流域では、5世紀半ばと考えられる、大理塚古墳の築造以前は、4世紀代には、中、上流域の丘陵上に、墳丘長40から60メートル程度の前方、後方墳や円墳。 豊墳が築造されているのみで、地域を代表するような古墳の築造は、現在のところ確認されていない。近隣の古墳群を見ると、基本、長須賀古墳群がある帯津川流域では4世紀、中流域に、墳丘町100メートルクラスの前方公園墳の築造が見られ、養老川流域の姉崎古墳群でも墳丘町130メートルの、姉崎天神山古墳など、 4世紀代の大型前方公園墳が蓄造されており、それぞれの地域での違いが見られる。しかし小糸川下流域では、弥生時代後期から古墳時代にかけての集落跡が複数確認されていて、この地域に未発見の前期古墳が存在するのではないかと考える専門家もいる。大理塚古墳、前方部横から公園部方面を撮影。 大理塚古墳群で最初に築造された古墳は、大理塚古墳である。大理塚古墳は、小糸川流域で最初に築造された、前方後円墳と考えられており、墳丘長144メートルという、その大きさは、大理塚古墳群のみならず、南関東の中で最大規模を誇っており、最初にして最大の古墳が5世紀半ば、 小糸川下流域の砂丘跡の尾高地上に築造されたことになる。大理塚古墳の築造後、大理塚古墳近郊では、古墳群南方約4キロメートルのところに、弁天山古墳が築造される。続いて大理塚古墳群の最北端にあたる、現在の青堀駅近くにホタテ海型の前方公園墳である上野塚古墳が5世紀末頃、築造される。 その後6世紀半ばの九条塚古墳の造営まで、約半世紀間、大理塚古墳群では、古墳の築造が中断する。大理塚古墳の築造は、やはり5世紀半ば頃に築造されたと考えられる。基温長須塚古墳群の高柳長子塚古墳、姉崎古墳群の姉崎双子塚古墳と同じく、和佐西部の河川下流部に広がる中石平野。 一体を統合する主張が誕生したことを意味している。しかしその後大理塚古墳群では古墳の築造が途絶える。弁天山古墳など大理塚古墳群外に主張権が移動したとの説もあるが、墳九百144メートルの大理塚古墳に対して弁天山古墳は87.5メートルであり、主張権が弱体化したことは間違いないと考えられる。 5世紀末以降、古墳の築造が中断する現象は、祇園長須賀古墳群でも見られ、姉崎古墳群でも、古墳の築造は継続したものの規模は大きく、縮小している。5世紀末から6世紀前半にかけて、主張権が弱体化したのは、大理塚古墳群のみならず、数差全体で見られる現象である。また5世紀末から6世紀前半にかけて、 古墳の築造が低調となる現象は、関東地方各地や大王領など機内でも見られ、これは、山王県の弱体化によって社会が混乱し、古墳の築造秩序が乱れたとする説もある。九条塚古墳、前方部後方から、公園部方面を撮影。六世紀半ば頃の九条塚古墳の築造によって、大理塚古墳群の古墳築造は再開される。 その後100メートル以上の噴球町を持つ、名主噴の東海山古噴、山条塚古噴が6世紀末にかけて相次いで造営された。同時期には、名主噴の下のクラスである主張を葬ったと考えられる、噴球町約50から70メートルの前方公園噴である、古塚古噴、西原古噴、姫塚古噴、わらび塚古噴などがやはり相次いで築造された。 またその下のクラスの主張を葬ったと考えられる白、姫塚古墳、新割古墳、八丁塚古墳などの墳九長20から30メートルの円墳も古墳群内に盛んに作られ、大理塚古墳群は6世紀半ばから末にかけてその最盛期を迎えた。6世紀半ば頃の九条塚古墳に近い時期に造営された古墳としては、前方後円墳の西原古墳、 円墳の白姫塚古墳などがあり、また球条塚古墳に最も近接し、古墳の主軸の向きが球条塚古墳とほぼ同一方向を向いている、前方後円墳の部平塚古墳も同時期の築造である可能性がある。六世紀後半の東海山古墳に近い時期の造営と考えられる古墳は、墳長八十九メートルと名主墳に次ぐ規模を有し、 東海山古墳と似た墳形をした古塚古墳、そして東海山古墳に近接し、古墳の主軸の向きが、東海山古墳とほぼ同一方向を向いている、前方後円墳の姫塚古墳、円墳では、新割古墳などがある。三条塚古墳に近い6世紀末に造営されたと、考えられる古墳は、三条塚古墳に近接し、古墳の主軸の向きが三条塚古墳とほぼ、 同一方向を向いている前方後円墳のわらび塚古墳、円墳の中では八丁塚古墳などが挙げられる。古塚古墳前方部。線路は JR 内房線古墳群内で名手墳に次ぐ位置にある前方後円墳が名手墳の近くでほぼ時期に築造された事実から双方の古墳の被装者間に緊密な関係があったことが推察される。 大理塚古墳群は、埼玉古墳群や、龍角寺古墳群など、同時期の関東の有力古墳群で見られるのと同じく、同一の古墳群内に、複数系譜の主張が、同時に、古墳の築造を進めていたものと考えられる。大理塚古墳群の場合、上位の主張、中位の主張、下位の主張といった三系統程度の主張が、増母活動を行っていたものと見られる。これは、 同一古墳群に墓所を定める主張たちの結束の確認の場であるとともに、外部に対しては主張たちの結束を固示する意味合いがあったと考えられる。大理塚古墳群では、中期の前方後円墳である大理塚古墳は10メートル以上の墳球の高さがあるが、後期の九条塚古墳、東海山古墳、三条塚古墳とも墳球の高さが5から8メートルと、 100メートルを超える前方公園墳としては低い。また対照的に墳球の周囲には二重の修行が巡っており、特に稲荷塚古墳の修行は広大で、修行部分を含めると古墳の全長は200メートルを超える。この当時の関東各地の古墳では、埼玉古墳群では長方形をした二重の修行、下付では、 木段と呼ばれる極めて低い一段目を有する古墳が造営されるなど、その地域の独自性が見られる古墳の築造がなされている。西原古墳で露出している横穴式石室上部。石は、富津市内の海岸に分布する砂岩。大理塚古墳の埋葬施設は、縦穴式石室であることが確認されているが、九条塚古墳以降は、 横穴式石室を用いていたものと考えられ、石室は、富津市内の海岸で採取される砂岩を用いて作られた。この砂岩は、基本、長須賀古墳群の金霊塚古墳の横穴式石室にも使用されており、遠く、埼玉古墳群の将軍山古墳でも使用が確認されている。これは、大理塚古墳群を造営した主張が、 隣の祇園、長須賀古墳群を造営した主張や、遠く、埼玉古墳群を造営した主張らとの関係を持っていたことを表している。また、6世紀後半に、前方後円墳の築造が盛んとなる現象は、上野、下野、日立、武蔵、下宇佐といった関東地方各地で見られる現象で、数差でも、近領塚古墳に代表される祇園、長須賀古墳群。 三部市にある大帝権現塚古墳に代表される大帝かぶらき古墳群といった墳球町100メートルを超える規模の前方後円墳を名主墳とした古墳群が造営される6世紀後半は全国的に見ると前方後円墳の築造は下火になりつつあり築造が終了した地域もあるが関東地方のみこれまで見られないほど盛んに 前方後円墳が増援され続けていた。これは、山東王権が王権を支える、経済的、軍事的基盤として、当時の関東地方を重視していたことの現れと、見られている。大理塚古墳群の場合、隣の祇園、長塚古墳群の名主墳の飛走者と同じく、三浦半島から、房総半島へ向かう、交通の要衝を抑えることにより、勢力を強め、 同時期の関東各地の有力主張の一員として、山東王権に重要視されるようになったと考えられる。また、山東王権で重視されるようになっていく中で、大理塚古墳の名主墳に葬られた主張は、王権との直接的な関係を結ぶようになり、その結果として、主張権の固定化が進み、大理塚古墳軍の被葬者は、やがて国の宮津子となっていったものと想定される。 また6世紀後半、関東各地で、噴宮町100メートルクラスの前方公園噴を、名秀噴とした古噴群の造営が相次いだ事実は、大和王権中枢が、上野や武蔵などといった一国を支配するような、大主張を媒介として、関東地方を統治するシステムではなく、経済的、政治的実力を高めていた関東地方の、 各河川流域程度を支配する主張を直接、統治するシステムを採用したことを示しているとの説も、ある。暴走半島の地域事情としては、各河川の流域が、丘陵地帯で分けられており、地域独自の主張が生まれやすかったという地理的な、条件も影響したと考えられる。大理塚古墳群には、墳丘長100メートルを超す、名手墳クラスの古墳が、 合計5基ある。その中で、東海山古墳と並ぶ、墳球町106メートルで、古墳群内3位の規模を誇る青木亀塚古墳は、極めて謎が多い古墳である。青木亀塚古墳は、墳球から、埴輪が全く検出されないことから、前方公園墳築造の最終段階の古墳と考えられている。しかし1990年、 公園ブトレンチを入れて調査した結果、石室は愚か石室の痕跡すら検出されなかった。その上1996年の発掘調査では、噴丘に近接した場所から、古墳時代後期から奈良時代にかけての集落が発見された。これらの事実から、青木亀塚古墳は築造途中で放棄された、前方公園墳ではないかとの説が出されている。 割光塚古墳7世紀に入ると、大理塚古墳群では、前方後円墳の築造が終了して豊墳が築造されるようになる。7世紀前半代に築造された割光塚古墳は、墳九長40メートルで、千葉県内では同時期に造営されたと考えられる、龍角寺古墳群の岩屋古墳、万福古墳群の田の塚古墳、 気温、長須賀古墳群の松面古墳に次いで4番目の規模の、豊墳である。しかし割光塚古墳は二重の修行を持ち、修行部を含めると一辺107.5メートルに達し、修行部を含めた規模は、田の塚古墳と松面古墳を凌駕し、岩屋古墳に匹敵する。また割光塚古墳の横穴式石室は、全長18.75メートルに達し、 暴走最長の横穴式石室である。古墳群には、割光塚古墳以外にも、墳球町ではほぼ同格の、亀塚古墳をはじめ、森山塚古墳、稲荷塚古墳といった豊墳があり、大理塚古墳群では、前方後円墳の築造終了後、豊墳が、盛んに築造されていたことがわかる。検出された、出土品から、宝墳は7世紀前半から中高期にかけて、 6世紀後半期と同じように複数系譜の主張が同時期に築造していたものと考えられる。7世紀後半代に古墳の築造が終了した後、龍角寺古墳群では古墳群近隣に龍角寺が建立されるなど、主張の権威の象徴が古墳から寺院へと変わっていくが、大理塚古墳群の場合、7世紀末頃に古墳群から東へ約6キロと、 かなり離れた場所に99防廃寺が建立されたと考えられている。これはもともと大理塚古墳群の場合、古墳群と主張の根拠地が離れていた可能性と、暴走半島内の主要交通路からやや離れた位置にある大理塚古墳群の周辺から、小糸川流域の中心が移動した可能性が指摘されている。円封の白姫塚古墳。1892年に、 豊富な出土品が発見された。大理塚古墳群は、隣接する木更津市の祇園、長塚古墳群と並んで、5世紀から7世紀にかけて、上ズ西部の有力首長とその下にあたる首長らの、複数系列の首長を葬る、古墳群として機能した。松井戸川流域を代表する、大理塚古墳群の首長は、交通の要衝である、三浦半島から、 暴走半島へのルートを抑えることによって、実力を蓄え、山東県中枢との直接的な関係を強化して、経済的、政治的実力を高めつつあった関東地方の有力主張の一角を担うようになったと考えられる。大理塚古墳群では百メートルクラスの名主墳、のみならず、名主墳のもとにあたる、墳丘町、約五十から七十メートルの前方公園墳。 そしてその下の主張を葬った、噴宮町20から30メートルの塩墳からも、近隣の同一規模の古墳以上に、豊富な副葬品が検出されている。また大理塚古墳群では6世紀代に造営された、古墳はすべて、横穴式石室を埋葬施設としているが、近隣の小塩墳では木管を噴宮に、自家葬している例がほとんどである。これは、 大理塚古墳群を築造した首長たちの実力の大きさを示しているものと考えられる。また大理塚古墳群では、前方後円墳の西原古墳からは8体、わらび塚古墳からは12体以上、円墳の新割古墳からは20体以上というように、発掘された石室内から大人数の人骨が検出されていることが特徴として挙げられる。 これは各古墳ともかなり長期間にわたって追想が行われていたためと推定されている。大理塚古墳群は木更津市内にあって、ほとんどの古墳が消滅してしまった祇園、長塚古墳群と異なり、一部でも墳球が残っている古墳が25基あって、依存状況は比較的良好である。大理塚古墳群は5世紀から7世紀にかけての 関東地方の主張のあり方を知る上での貴重な遺跡であり、古墳群の中で大理塚古墳は2002年9月20日に国の史跡に指定され、九条塚古墳、東海山古墳、三条塚古墳は1973年7月6日、福津市の指定史跡に指定されている。三条塚古墳公園部この項の各古墳の情報は注釈がないものはすべて小沢。 代理塚古墳群の概要より引用した。ありがとうございます。